皆さんどうも、橋本でございます。今日からブラームスバイオリン協奏曲第3楽章の解説に入ります。第3楽章はこれまでの楽章と違っていきなり冒頭からバイオリンソロが入ります。全体のテンポもソリストのテンポ設定によって大きく変わっていきます。ベースパートもポジションにより難しい部分が随所に現れてきますので、適切なポジションと音域をふんだんに解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から92小節目までを解説していきます。冒頭は4分の2拍子で始まります。で、アレグロとなっていますが、バイオリンソロがかなり細かいフレーズをやっていますので、それほどテンポは速くならないというふうに考えていただきたいと思います。で、最初から弾きますと、ボーイングはもう優順で弾くようにしてください。指順で弾いていただいて構いません。で、冒頭から音量記号はフォルテとなっていますが、バイオリンソロが冒頭から弾いていますので、くれぐれも音量の出しには注意するようにしてください。9小節目からキュッティオーケストラ伴奏のみになります。で、ここは同じフォルテになっていますが、はっきりと弾いていただいて構いません。最初から弾きますと、19小節目からの2小節間、ここは音程に自信がない方もできるだけ第3ポジションを使って、特に20小節目をこの4244と、ここはもうデーセントアーセンを中心に取っていただきたいと思います。21小節目後半の16分音符のフレーズはダウンアップと弾いていただきたいと思います。最初から弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。そして今止まりました25小節目後半はそれ以降のボーイングの兼ね合いがありますので、ここは逆弓にしてアップからの弓順と弾いていただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、ここまでこのような形となります。その後31小節目からのポジションですが、最初は第1ポジションからスタートします。この弦もできるだけ低線で押さえて取っていただきたいと思います。で、その次の小節との D を開放で取っている間に、次のビスをアーセンを使って4で取ります。その前から弾きますと、ここでアーセンを取って取ります。で、ここで取ることによって次の D もまとめて取ることができます。で、一番上のビスは第5第6の中間ポジションを使って4を使います。その次は D になっていますので、開放で取っている間に第1ポジションに戻します。ここまでこのような形となります。もう一度いきますと、このような形となります。36小節目からのボーイングはハーフタクトをアップから入った後はもう弓順で弾くようにしてください。最初からいきますと、次からピッチカートになります。ここまでこのような形となります。55小節目からはポジションを説明していきます。最初のハーのピッチカットは D 線で第4ポジションを使って4で取ると、次の小節の A もまとめて取ることができます。で、2オクターブ下の A は開放で取るようにしてください。で、アルコになります59小節目後半は8分音符16分音符のフレーズを同じポジションでまとめて取っていただきたいと思います。最初はギスとフィスになりますので、第6第7の中間ポジションを使ってギスを3で、フィスを1と取ります。で、次は第4ポジションで4-1で、チスとハーをまた4-1と取ります。最後のハーは1で取る形になります。もう一度ゆっくり弾きますと、ここまでこのような形となります。で、その後ピッチカートになります。で、アイスをまで2で取った後、で、次は、ハーとチスを再び1-4で、Dをまた第4ポジションを使って、ここから半音進行になりますので、ディスを2、Aを4で取る形になります。もう一度ピッチカートから弾きますと、で、第4ポジションで終わりますので、次のハーはポジションを変えずに D 線を使って、で、次の小節の A もアーセンで1で取ると、まとめて取ることができます。
65小節目後半のアルコは母音を説明していきます。最初はアップから入ってイミジュンとなります。で今止まりましたフォーティッシモからのディミネントはいつでもダウンで弾いていただきたいと思います。その前がダウンで終わりますので再びダウンで弾き直しを行って、この3回の形はいつでもダウンと弾いていただきたいと思います。73小節目からも母音を説明していきます。でフォルティッシモからのスタートになりますので、ダウンから入っていただきたいと思います。でしばらく弓順で弾きましたと、今止まりました79小節目の裏拍の D をまたダウンで弾き直しを行って、でその後はソロが入る、ところでピアノを打ちますので、ここをアップ、で再び、オーケストラ伴奏になるところでダウンからとまた弓順で弾いたと、ソロが落ちる部分でピアノになりますので、ここもアップと弾いていただきたいと思います。77小節目アフタクトから演奏しますと、ボーイングはここまでこのような形となります。で再びオーケストラ伴奏の部分はダウンからの弓順で弾いていただきたいと思います。でポジションはオクターブの形が続きますので、 D のオクターブ下はここは開口を使っていただいて構いません。でその後チスとヒスが出てきますので、ここは第2第3の中間ポジションと第2ポジションでオクターブをまとめて取るようにしてください。というピカでいきますと、89小節目からのポジションは今弾いていますように異弦をしていただいても構わないんですけれども、アーの音ビブラートが欲しいのであれば A 線1本で弾いていただきたいと思います。もしビブラートが欲しいのであれば A 線1本で弾いていただきたいと思います。その場合91小節目からもが上がったフィスアーも D 線1本で14と D 線1本で取っていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。譜面の形としては単純なリズムが多いんですけれども、第一楽章と同様にバイオリンソロとのアウンの呼吸が重要な部分が出てきます。長い休みはもう指を折っていただいても構いませんので、確実にその場所から入れるように練習していただきたいと思います。第三楽章1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。